たことが新たに分かった。今後他の関係者からも任意で事情を聞くなどして、賭博罪に当たるか調べる方針だ。三菱航空機は国際初のジェットタクシー LRJ の試験機の初飛行を愛知県営名古屋空港で今日午前に実施すると発表しました。開発工程の見直しなどにより、これまで5度延期されてきた MRJ の初飛行。 MRJ を開発する三菱航空機によると、初飛行は11日午前、愛知県営名古屋空港に行く。太平洋側か日本海側どちらかに向かい、操縦系を撤去するなどしておよそ1時間後に着陸する予定です。国産旅客機の飛行試験としては、プロペラ機 YS-1 からおよそ50年ぶりとなります。当日、空港付近は周辺の混雑と地区防止のため立ち入り制限がされ、空港の展望デッキなどを調査し、見学ができないということです。 MRJ 初飛行の様子は三菱航空機が放送するインターネットの生中継で見ることができます。ミャンマー総選挙で圧倒的な勝利が確実視されている最大野党のトップ、アウン・サン・スー・チー氏は昨日、シンガポールのメディアのインタビューに答え、政権運営の均衡に立つ考えを示しました。About the president, I may find it difficult to make decisions because I'm the leader of the winning party. In any democratic country, it's the leader of the winning party who becomes the leader of the government. And if this constitution doesn't allow it, then we have to make arrangements. 憲法上の規定で大統領にはなれないプーチン氏は、今後の政権交代を念頭に、大統領よりも上の立場から政権を運営する意欲を示しました。選挙管理委員会によりますと、スー・チー氏率いる NLD 国民民主連盟は、これまで結果が判明した121議席のうち107議席を獲得し、NLD の幹部は単独過半数を大きく上回る380議席以上を獲得できると分析しています。WADA、世界反ドーピング機構。